はい、ということで皆さんこんにちは、こんにちは、クタネと申します。よろしくお願いします。ということで今日はですね、楽曲アネモネスターって いいのかな、楽曲が追加されましたということで、シブリンの2曲目ですね、2曲目のソロ曲でございます。追加されました、イエーイ。ということで一応やったのかな、俺やってますね、まだフルコン撮ってないけども、とりあえずね、いつも通りこの4つね全部終わらせてきましたけれども、ね、ま、前回もね、おしゃべりしたと思うんですけども、ソロ曲2曲目に関しても、アイリーの曲以外は全部聴いたことがないんですよ。基本的にそのデレッセン実装された時に楽しもうっていうスタンスなので僕は。ま、なので聴いたことがなかったので、前聴いてみた感想、僕の感想としては、やっぱりキャラソンだなっていう。いや、キャラソン感があっていいよねっていう。ま、前回のね、ハニカミデイズかな、もう、シマムになりましたけども、あれはなんかこう、あ、キャラソンだなっていう、わかりますこのなんか、ねえ、おーって感じするんですよ。あー、アニメキャラソンだねっていう感じ、曲調だなと思っておりまして、まあ、そのアイリーのね、2曲目もね、ひとときときめきも、まあ、やっぱりキャラソンパ感がやっぱあるわけですよ。その、最初の1曲目のね、そのソロ曲かソロ楽曲よりかはちょっとこうね、キャラソンよりキャラソン感があるっていうのはちょっとなんか複雑な分かりにくいですけども、なんかこうキャラソン感があるなって伝わってくれたらいいかなと思うんですけどもっていう感じで、いや、キャラソン感があって、まあかっこいいですよね。あの MV もね、あのもし編集がね、うまいこといけばこの動画の後にiPad で録画したやつを貼っつけようかなと思ってるんですけども、まあ無理ならこのまま終わると思うんですけども、まあ、MV もいいですし、難易度も26ということで、程よい難易度でね、なんか、フリックがブワーってくるような、譜面でございましたけれども、まあ、この調子で、まあ、一月に一曲かな、多分追加するのかな。ってことは次は、チャーミオの曲かな、何ですかだからね、僕調べてないんでね、聞いたことないので、曲名すらわかんないですけども、まあ、それもね、楽しみですね。いや、結構楽しみ。いや、結構、だからね、ほんとデレステに、いや、もともとある曲でデレステに実装されるっていうのをね、ほんと楽しみなんですよ。聞いたことないけども、みんなのいい曲やってね、いう風なのを聞いてるので、だからこそね、楽しみなんですよね。デレステに来て、実際にね、叩いて、楽しむっていうことができてるので、僕はこれが結構、楽しいですね。ということでございまして、こんな感じですかね。はい。ということで、本日はですね、アネモネスターかな、読み方間違えたら、ご指摘くださいということで、シブリンの2曲目のソロ楽曲が追加されましたということで、まあ一月1回ぐらいのペースで更新されるのかなと思いますので、これからも楽しみでございますという感じで、本日の動画はこれで終わりたいと思います。で、編集がうまいこといけばこの後にね、 MV を一応ね流しますので、よかったらそちらもぜひぜひご覧くださいというわけで、ありがとうございました。バイバイ。いつか見つけられるよね、歌い続けるから心に触れ